本日は古谷啓二チャリティーコンサート拉致解決に向けてにご来場いただきまして誠にありがとうございます。私は昨年12月に初当選をさせていただきました衆議院議員中川優子でございます。本日は司会の代役を仰せつかりまして大変不慣れでございますが一生懸命務めさせてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。昨年末私たちにとって大変心強いニュースが飛び込んでまいりました。長きにわたり拉致問題解決に情熱を傾けておられます古谷啓二先生が拉致問題担当大臣にご就任をされたことです。安倍総理大臣は私の内閣で拉致問題を解決するとの決意を述べられておられます。古谷大臣も私が最後の拉致問題担当大臣になるときっぱりと決意を語られておられます。そのような中古谷大臣ご自身がクラリネットを演奏され拉致問題解決を呼びかける本日のチャリティーコンサートは私たち国民一人一人の中にある拉致問題は決して許さないとの思いをより一層強くしさらに解決に向けての大きな動きへと加速されるものと信じております。私事になりますが私の夫中川翔一も2002年9月30日から2003年9月22日まで超党派の拉致議連会長を務めさせていただき3年半前に他界をするまで古谷大臣と一緒に戦ってまいりました。2002年9月には小泉総理の訪朝、続く初池さん、千村さんご夫妻、曽我ひとみさんのご帰国、続く子どもさんたち、ご主人の帰国がございました。しかし、残念なことに、その後の10年間、何の進展のない日々が続いています。横田めぐみさんが連れ去られてから35年以上の年月が経っております。ご家族の皆様には日本の政治に対する期待と失望の交錯する毎日が続いていることとお察しをいたします。国際社会の警告を無視したミサイルの発射、核実験の断行、国内問題としては数万人に上るともされている餓死者、このことを考えてみても金正恩政権から一日も早く全員を救出しなければいけない、このように思います。私は今日夫の形見であるブルーリボンを胸につけさせていただいておりますが、ご家族の皆様方がお子様たち、ご兄弟をその胸にしっかりと抱きしめるその日までこのブルーリボンを胸に私も微力でありますけれども夫と共に戦っていきたいと、このように存じます。さて本日古谷大臣は連日のお忙しい毎日でちょっとクラリネットの練習が不足気味と心配をされておられます。しかしながら古谷大臣そして演奏者の皆様方の真心から奏でられる演奏、この音色はご家族の願い、私たちの強い思いを乗せて祖国日本を信じ、今日も救出を待ち望んでおられる拉致被害者の皆様方の心に届くものと信じております。それでは古谷大臣のご入場です。皆様拍手でお出迎えください。皆さんこんばんは。ありがとうございます。古谷啓二でございます。今日はこれだけ大勢の皆さんわざわざ、拉致問題チャリティーコンサートにご出席をいただきました。ありがとうございます。実は私は
ちょうど安倍総理からこの拉致問題担当大臣を指名を受けたときに、本当に私の世代で安倍総理の下で解決しよう、そんな決意でいっぱいです。そして今日はこうやって演奏会をすることによって、拉致問題を一人でも多くの方に知っていただこう、そして日本全国が、オールジャパンが北朝鮮に対して拉致被害者全員を返さなければ、絶対日本が1円たりとも支援することは絶対ないんだよ、その強い決意と熱意を伝えようと、その一環で今日はこんなコンサートさせていただきます。実は私、クラリネット始めてちょうど10年になります。実は昨年、末にですねコンサートする予定だったんですが、選挙になりまして、今日になったんですけど、ちょうど私還暦ということで、赤いカマーバンドと赤いネクタイでちょっと気合だけは入れています。でも今本当に私緊張してます。多分音が震えるんじゃないかなぐらいの緊張ですけど、でもと考えてみれば、拉致被害者は北朝鮮に捕らわれの身になった時に、この緊張とは比べ物のない恐怖と緊張に襲われて、あの北朝鮮に連れ去られて三十数年間、自由の身のないまま歯を食いしばって帰国を待ち望んで毎日暮らしています。私たちは日本政府の責任として、どんなことがあってもこの拉致被害者全員を取り戻したい、そんな気持ちでいっぱいです。ぜひ皆さん今日は、お帰りに、受付でこの私が胸にしておりますブルーリボンバッジ、ぜひ、協力してください。いくらでも結構です。カンパで入れてください。そしてそのことが各全国各地区での運動につながります。皆さんのご支援を心からお願い申し上げたいと思います。今日は式にはクラリネット協会会長で、芸大教授、元新日本フィル首席奏者の山本正春先生にお願いをいたしております。そしてオーケストラのメンバーは、オケの首席を務めたり、音楽コンクールでもう優勝したり、あるいは芸大院生だったり芸大生だったり、みんな日本を代表する一流の演奏家ばかりです。私には全く、そぐわない、素晴らしい演奏家ですが、まあ、私のわがままを聞いていただきました。どうかまず、オケの皆さんに皆さんで拍手していただきたい。あ、いいですね。それでは、曲を始めたいと思います。私の演奏させていただく曲は、10年前に初めて私が生で聴いた曲、そしてそれによって10年経ったら私はオーケストラバックにこの曲を吹こうと心に決めました。ちょうど10年経ちました。曲はモーツァルトの作曲ケッヘル622、クラリネット協奏曲全楽章演奏させていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
Thank you.
いやありがとうございます。むっちゃくちゃもう心臓が口から飛び出るかと思いましたけど、なんとか最後まで弾けました。私の10年来のわがままを聞いていただいた山本雅治先生、そしてオケの皆さん、本当にありがとうございました。こういうコンサートって大体こうよくアンコールっていうつきもんなんですよね。はい、いかがでしょう。じゃあやりましょう。の曲はシューマン、ロベルト・シューマン作曲の3つのロマンスという曲がありまして、それの第2楽章
実はこれオリジナルはオーボエとピアノなんですけど、クラリネットとピアノもありますし、いろいろ割と有名な曲なんでみんな CD によくしてます。ロベルト・シューマンの奥さんはクララ・シューマンという有名なピアニストだったんですけど、おそらく2人が一番いい関係にあった時、多分晩年は本当に不幸な生活だったんですけどね、その時に作った曲で、やっぱりシューマンらしい曲で私すごく好きな曲で、実はそれを山本雅治先生にわがまま言ってオーケストラバージョンに変えて私がクラリネットを吹くというですね、これはちょっと音楽的なことを言いますと、こう普通の四分音符と三連音符がこう掛け合いをするというですね、合わすのがかなり大変な曲なんですけど、あったら拍手してください。ということでアンコール、ロベルト・シューマン作曲の3つのロマンス第2楽章。どうも。
ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日は司会は先ほどもご紹介自分であったと思いますけど、私が本当に尊敬していた中川翔一先生の奥様です。中川翔一先生、残念ながら早くお亡くなりになってしまいました。実は、私の親父はご尊父中川翔一さんのお父さん の中川一郎先生にもすごくお世話になりました。そういう意味では親子二代で本当にお世話になりました。今日はそんなことで中川先生に司会をお願いしております。でそれではまた司会よろしくお願いします。ありがとうございました。心に響く演奏でございました。もうすっかりフルヤワールドに引き込まれてしまいまして、いや先ほどおっしゃっていた緊張されているとか練習不足、全くの嘘って言っちゃ失礼かと思いますけれども、大変謙虚なお人柄だということがよく分かりました。それでは、改めまして拉致問題担当大臣古谷先生からご挨拶よろしくお願いを申し上げます。挨拶といってもだいぶ長く挨拶してしまいましたけどね、本当に今日はありがとうございました。今日は実は、昨日私、皆さんとあるスタジオで、合わせ練習をしたんですけど、したら TBS が事前取材に来ましてね、今日のなんか午前中のニュースで流れてましたけど、そしたらそんなコンサートやるならぜひ行きたいですっていう方がいらしたんですけど、残念ながら私今国家公安委員会の委員長という警察の親分もやっておりまして、これが意外と警備が厳しいもんですから、多分外にもいよいよ人相の悪い人がいっぱい立ってる、あれ全部私をというか国家公安委員長を、私じゃなくて国家公安委員長である私を警備している人間でして、ちょっとそんなことで今日は事前に登録をしなければ出席はできないということで、本当に関係者の皆様、日頃お世話になっている皆様にお越しをいただきました。そして今日はね、後からご挨拶をいただけるんですよね。今日はゲストの方々にもお越しいただいておりますので、ご挨拶をいただきたいと思います。ぜひ皆さん、この拉致問題はやはり主権国家のね、国民がよその国に勝手にさらわれて自由のない身にさらされている、これはねテロなんですよ。テロに等しいんです。だから私は絶対にこれは許すわけにいかない。だから、安倍総理大臣のもと連携をして、まあ私が自分で言うのもなんですけども、安倍内閣総理大臣、古谷啓二拉致担当問題大臣、これは今現在考えうる一番強力な体制だと思います。そしてありがとうございます。なんとか解決したい、そんな気持ちでこの職責全うしていきたいと思います。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。お花、いやありがとう。じゃあお花もらった後で、はい、ありがとうございました。どうもありがとう、ありがとうございました。お、あらららら、いやどうもありがとうございます。実は今日本当に間に合うか心配だったんです。今申し上げますけど、実は言い訳になると思って最初言わなかったんですけど、今日実は6時前まで委員会がありまして、私答弁してたんです。それで参議院の場合はピタッと時間通り終わらない時が多いもんですから、心配してたら一番最後の人が気を使って、私のために割と早くやめていただいたのか、なんとか間に合ってここでほんの少しだけ練習することができました。というわけで、これからじゃあゲストの方のご挨拶ですね。はい、ありがとうございました。大臣ありがとうございました。オーケストラの皆様、本当にどうもありがとうございました。
では本日はご来賓の皆様方にもお越しをいただいております。ご来賓の皆様方からお祝辞を頂戴しとうございます。はじめに超党派拉致救出議員連盟会長衆議院議員平沼武雄先生、よろしくお願い申し上げます。皆様方こんばんは。拉致議連の会長をいたしております平沼武雄であります。今日は拉致被害者である横田さんご夫妻も来られているわけであります。お嬢さんの横田めぐみさんが新潟から不当にも北朝鮮に拉致をされました。そして日本海を船で横断をして、そして北朝鮮に着いた時に写っている写真があります。皆様方もご覧になったと思いますけれども、お母様の早紀江さんはその写真は見れないと言っている。小さな中学生が全く知らない船に押し込められて、そして異国の地で本当に不安な顔をして写っているわけです。そういう思いをご両親はずっと抱いてこられました。会長の飯塚さんもおられますけれども、ご家族の皆さんというのはみんなそういう思いを持っている。ですから我々日本人というのは本当にみんなが真剣になってこの救出を考えなければならない、このように思っているわけでありまして、古谷大臣が日頃一生懸命勉強したんでしょう。赤坂の議員宿舎に入っているそうですけれども、周りに音が漏れたら大変だという形で部屋の中にチェンバーを吊るして、音が外に漏れないように一生懸命練習をして今日の日を迎えたようであります。今日はお忙しい中こうしてお集まりをいただいて、また拉致の問題に大変興味を持って関心を持っていただいてお集まりをいただいたことを心から感謝を申し上げます。私に与えられた時間は2分でございますので、これで終わらせていただきます。本当に今日はありがとうございました。また古谷大臣おめでとうございました。皆様こんばんは。今日は拉致問題解決チャリティーコンサートということで、今非常に古谷先生、そしてまたオーケストラの皆さん、ものすごく心に響く曲、そしてまたこの瞬間非常に私は感動し心が癒されました。こういった場面も私としてもぜひ必要かなというようにも感じました。ところでこういった時間でもですね、今北にいる被害者たちはこの冬をどうして過ごそうかと、越せるかなという瀬戸際で苦しんでいます。電気もつかない、ストーブも燃料もない、食べ物も少ない、着るものも少ない、そういった状況の中でもう35年以上も年を越し続けてきて、それでも今生きてます。生きてるのにどうして助けられないのか、我々の気持ちはいつもそこに集中するんですけども、今回まあ自民党政権になって、まあ安倍総理、そしてまた古谷拉致担当大臣が今回この役に当たるわけですけども、やらんかなという意気込みはすごく感じます。そしてこれを具体的に対応し、それこそ今年被害者が帰ってきたらまた古谷先生のこの演奏を聴かせてあげたいと、まあ、いうふうにも先ほど感じました。私は今年こそはという気持ちはもう絶対忘れないで、またあらゆるところにお願い、もちろん政府にもお願いしていきます。
皆様も一人一人が国民の一人ということで、なんとかこの問題も一緒に解決していこうという意気込みをすごく感じました。ぜひとも今年こそはという意気込みの中でよろしくご支援をお願いします。ありがとうございました。